坊主にした方が明らかにいい。いいんですよね。でも女性は、わあ綺麗。なんかすごい傷んでると思ってたけど綺麗だ。植毛事例ガイドブックを LINE 登録してくれた方に無料プレゼント。詳しくは概要欄から。はい、どうもこんにちは。ハギリーマンチャンネルの YJ です。女性で植毛した方の経過の様子お届けしようと思います。本日はこちら、美容整形ちゃん。美容整形ちゃんがトルコに行って1750株生え際のところに植毛してきたんですけど、植毛する前から植毛をしてこんな感じで変化していくんだよっていうところを解説させていただければと思います。まず美容整形ちゃんの植毛する前の頭ご覧ください。こんな感じ、非常に美しい。植毛する必要が全くないように感じますが、前髪上に上げると少し前髪の存在感というか腰が弱くなってきてへたってきているっていう悩みを抱えておりました。カウンセリング他の角度から見た時に前髪を上に上げるとちょっと M 字の角あたりが心もとないかなとも思いますね。髪の毛を下げていれば全然気にはならないんですけど、本人はいろんな髪型を試したいっていうことで今回植毛に至りました。早速トルコのクリニックでカウンセリングして髪の毛刈り上げて実際植毛してっていう一連の流れを紹介させていただければと思います。どうぞ。一応髪の毛の量が増えるから前髪自体は多くなるじゃないですか。一応それが私の目標、前髪の量が多くなること。ちょっと足りなかったらアートメイクで出すって感じ。あとは丸刈りにはしないですよね。え、めっちゃ言うするんですか？わかんない。ハウスダストちゃんはなんかよくわかんない、そんなにそうですね、あんまり飼ってないのとか、はい、聞いたらシャンプーするのめっちゃ大変ですって言ってた。ああ、まあ女性はそうかもしれないですね。シャンプーがめっちゃ大変だったって言ってて、丸刈りは別に僕しろって言ってるわけじゃないですでも私坊主にしたい。わかんない。まあ、坊主にするメリットはその割れ目のところにも植毛できます。坊主にしないとそこに植毛ちょっと難しそう。男性が丸刈りで植毛するメリットですね。このてっぺんとか空いてるスペースにちょっとずつできる。男性はここら辺に結構してるんですか？まあ、この中央というよりも男性はもっとがっつり剥げてくるん で、その微妙なところにも打ち込むことができる。で、女性だと基本的に肺際のところしか植毛ができないんですけど、もし女性でも丸刈りで植毛するってなったらこの空いてるスペースに漏れなく植えることもできる。線の内側ですか、こうやって植えるのは。これ、オンデルマもテイクさせるこの線の上から植えることが始まって、この線のちょっと前も自然見えるようにジクジャク植えていきます。じゃあ基本的に線のあるところには毛が入るってことですね。はい、OK。坊主にした方が明らかにいい。いいんですよね。でも女性は社会通念上いいのかなみたいな。私でも社会も何も世界にしてか、世界旅行ちゃんやってる時は私美容整形ちゃんはウィッグかぶったりすればいいかなって、なんかいろんな髪型楽しめるかなと思ったんですけど、であれば完成度だけにフォーカスするんだったら前髪の方が明らかにいいと思います。なんかロングになるまで何年かかるYouTuber だから、まあ、丸坊主したくないと思ったはい、坊主で。わかりました。坊主にしたい。はい、じゃあ坊主でやりましょう。坊主したことない。はい、丸刈りします。丸坊主。そうそう、よくわかった。私人生で多分これっきりだと思う。そうかな。でも坊主ハマってずっと坊主になってるかもしれないすごい、すごいこと初めて見る。男性で、はい、なんだろうな、その元の髪型になるのって何ヶ月ぐらいかかるんですか？例えば単発の方だったら7ヶ月とか8ヶ月とか、そうですね。植毛した毛は一旦抜けてまた生えてくるんですけど、4ヶ月後からまた生え始めるんで。あ、そうか、はい、ね、あれだね、皮膚できるね。あー、確かにこんだけ綺麗な長い髪型。すごい、触っていい触っていい。あー、綺麗。なんかすごい傷んでると思ってたけど綺麗だ。なんか後頭部が長くて。ああ、なるほど。確かにこっちがなんか伸びてる。そう、綺麗な頭してるじゃん。じゃあ今からシャンプーをします。はい、ちょっと後頭部ちょっと気持ち悪いかもしれないですけど、やっとスッキリするんで、じゃあ洗っていきましょう。よろしくお願いします。はいはい、その後です植毛ツアーといえば薄毛の窓口、詳しくは概要欄から。
はい、こんな感じで植毛した当日の様子振り返ってきました。植毛したところのアフターの画像をまた見ていただきましょう。美容整形ちゃんは美容ガチ勢なので、女性だけど丸刈りで植毛しました。この写真の生え際のちょっと赤ピンク色っぽくなっているところが植毛したところになります。で、ここから2週間経過、1ヶ月経過の経過の様子をお届けさせていただければと思います。大前提として植毛は1、2ヶ月後に植毛した毛が一旦抜けて、植毛して4ヶ月後、5ヶ月後ぐらいにゆっくり髪の毛が生えてきて1年経ったら生え揃うっていうような感じで結構長いスパンになります。植毛して直後の様子と植毛して2週間ぐらい経過した時の様子を両方出していこうと思います。はい、こんな感じ。正面から見るとかさぶたっぽいものがついてますね。生え際のとこに皮膚のカスみたいなものがついてます。だいたい10日後から14日後ぐらいでかさぶたが取れ切れます。美容整形ちゃんはちょっとかさぶたが取れるのが少し遅かったかなと思います。個人差があるんでそんなに気にしなくてもいいですね。美容整形ちゃんは本当にシャンプーする時も本当にお花に水をやるみたいな形で非常に優しく洗ってくださったので、かさぶたが取れるのが少し遅かったです。まあもうちょっとゴシゴシ洗ってもらってもいいんですが、優しく洗うに越したことはないので、優しく洗ってかさぶたが取れたらいいなとか、そういうモチベーションで洗ってくださいました。で、植毛して1ヶ月経過するとこんな感じになりますね。植毛して1ヶ月経過すると2週間経過した時の頭と比べると、なんとなく生え際の毛の存在感がなくなってきました。先ほどお伝えしたように、植毛した毛は 1、2ヶ月後にちょこちょこ抜けていきます。今1ヶ月後の段階で生え際の毛が少し残っているかなと思うんですけど、2ヶ月後に行くにつれてもっと抜けていきます。後ろの見た目ちょっと気になるので後ろも見ていきましょうか。2週間後だとドナー採取したところがちょっと露骨に見えるかなっていう感じですけど、1ヶ月も経過するとほとんど気にならなくなってきました。植毛の FUE っていう方法でストローの器具みたいなもので1個ずつ毛根をくり抜いていくんですけど、後頭部刈り上げてそこから毛根を採取してる時に、丸刈りだと非常に毛が短いので採集穴が結構目立っちゃうんですけど、髪の毛が 0.6 センチ、まあ6ミリですね、6ミリぐらい長くなれば採集穴を既存の髪の毛が隠すのでそんなに目立たなくなってきます。まあ1ヶ月も経過すれば後頭部についてはあんまり気にならないレベルにはなってきますね。はい、こんな感じで美容整形ちゃんの植毛当日、2週間後、1ヶ月後っていう形で解説させていただきました。植毛してから3ヶ月経過、4ヶ月、5ヶ月、半年経過みたいな動画も他の動画にまとめておりますので、そちらもぜひご覧ください。他の植毛した方の経過の様子も僕の YouTube 転がってますので、チャンネル登録して暇の時に探してこの人の頭どうなったかなみたいな感じで見に行っていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。次は1年で治る無料で植毛できる企画、令和の虎ハゲバンタイガーファンディング志願者募集中。ハゲ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 うるせえ世の中を私たちが黙らせます。お待ちいたしております。薄毛対策いろんな方法があるんですけど、植毛で薄毛をなんとかしたい方は僕に LINE の方で連絡お願いします。 LINE は概要欄に載ってます。こちらです。